まずは荷物を使い道によって分けましょう。着替えの服や下着、靴などを分けて収納袋に入れましょう。かさばる服は圧縮袋を使うとコンパクトになります。シャンプーなどはこぼれた時のためにポリ袋などで密封しましょう。壊れやすいものはタオルで巻いておくと安心ですよ。袋に分けた荷物をスーツケースに詰めましょう。立てた時に下になる方に重いものを入れて、中身の上の方が軽くなるようにしましょう。圧縮袋に入れた服は巻いて入れた方が隙間ができにくいし、後で見やすくなります。内ポケットはすぐに使わない小物を入れましょう。隙間はタオルやシワになっていい服などで埋めると、中身が動いてバラバラになりにくいです。スーツケースを開いた時に両側に収納できる場合は、表側に軽いものを入れた方が後で開けやすいです。お土産を入れる場所も残しておきましょう。スーツケースの上に乗せたまま移動できるサブバッグも便利です。ネームタグやベルトなど目印をつけておくと安心です。スーツケースを引いて人混みを歩くときは、自分の体のすぐ横に立てて進みましょう。体の後ろで傾けたまま引っ張ると周りの人にぶつかるかもしれません。最近は車輪が4つついた製品が多いので、傾けなくても動かしやすいです。傾けると車輪の減り方が偏ってしまうので注意しましょう。